つもご視聴ありがとうございます。ルビーです。やっほやっほ。今日はフライスペーパーで作る簡単お好み焼きを作っていきたいと思います。行ってみよう。はい、用意するのは豚バラと千切りキャベツ、卵、チーズ、そしてライスペーパーです。ではライスペーパーを置きます。で、この上に卵を入れていきます。よし。で、卵をこの上で混ぜて、このぐらいかな。で、この上にキャベツを置いて、乗っけていくよ。ゆっくりね、一つかみ分を乗っけて、で、この上に豚バラを入れ置いていくよ。豚バラも乗っけたら、塩コショウをしていきます。塩コショウしたら火をつけていくよ。焼いていきます。大体弱火から中火あたりにかけて焼いていきましょう。蓋を閉めましょう。では卵がね、固まったらひっくり返したいと思います。ちょっと焦げてね。こんな感じです。で、またね、お肉が焼けたらひっくり返したいと思いますので、ちょっとこのまま放置します。ではこんな感じに焼けました。そしたら真ん中あたりにチーズを入れます。半分に折りたたんだら、折りたたんでしばらくしたら完成です。意外にね、簡単にできるよ。折りたたまなくてもね、いいかもしれないけどね。で、あとは余熱でちょっとチーズが溶けるのを待っていきたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。完成形の写真は後でまた載っけたいと思います。また来てね。バイバイ。